さて問題、楽器のお手入れアドバイザー平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日は皆さん大好きな豆知識のお話です。実はですね、楽器店で販売しているものっていうのは基本的にまあ楽器の演奏に使ったり練習に使ったりするのが本当なんですけども、それ以外で使われている商品っていうのもあります。代表的な2つご紹介したいなと思います。まず1つ目、こちら、クリップ型のメトロノームですね。譜面台とかにこうピッてつけて練習したりするんですけども、これをですね、楽器の演奏以外で使ってらっしゃる方がいらっしゃいます。さて問題、どんな方が使うでしょうか。はい、答え2つ種類があるんです。これを使われる方っていうのは、まず1つはゴルフの練習に使われる方が結構いらっしゃるようです。私ちょっとゴルフしないのでよくわからないんですけども、このスイングですね、スイングのテンポ感をこうピッピピッピ聞きながら、こういう声で多分つけるんだと思うんですけども、ピッピピッピしながら練習されるそうです。そういうのが1パターンで、もう1パターンっていうのがですね、同じくこういうところにつけるんですけども、救急救命士の方が使ってらっしゃいます。実際に、うちのお店でも、近所の消防署さんとかに納めさせていただいたことがあるんですけども、心臓マッサージですね、心臓マッサージをするときにこのテンポ感を頼りに、実際に使われているそうです。まあ訓練でも多分使われているんだと思うんですけども、意外なところで、生きているこういうクリップメトロノームっていうのがあります。あともう1つ、こちら、ギターの足台ですね。こう下に置いて足を置いてで演奏するとギターが弾きやすいってやつなんですけども、ギター以外にも使ってらっしゃる方がいらっしゃいます。さて問題、どういう方がギターの足台をギターの演奏以外で使うでしょうか。答えはですね、釣りの方が使われるそうです。足がだるいんですかね、私釣りもしないのでちょっと分かんないんですけども、海 の、 その例えばその取っ手っていうんですかね、外でこう足を置いて釣ると楽みたいですね。ワカサギ釣りっていうんですか、氷のところでこう穴開けて釣ったりするときもこれがあると結構便利らしいんです。これをご覧になられてる魚釣りが好きな方、ぜひ一度これを使っていただくと、まあ釣りの成果につながるかどうかは分かりませんが、釣りがしやすくなるらしいですので、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこのギターの足台とクリップのメトロノームのお話でした。明日誰かにねえ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 知ってる知ってるってお話ししてくださいね。ホームページには音楽教室の情報をたくさん掲載しております。またブログをご覧の方はぜひコメント欄に質問等を書いていただければ、また動画の形で返信させていただければと思います。またこの動画気に入っていただけましたら、動画が見やすくなりますのでチャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。